え、これ全部南部鉄器？これ南部鉄器です。南部鉄器で温度が入るとお肉の状態が柔らかい状態で美味しそう。うん、どうですか？もうムキムキしてる。お肉がステーキには合いますので。え、ワインじゃないんですね。ワインも合うんですけど、はい、美味しい。はい、美味しい。岩手のアイドルとして早四半世紀、酸いも甘いも知り尽くし、弱い40を超えた私を夜のネオンが呼ぶ。飲んで食べて語らい、人生の何たるかを知るポン酒場。盛岡の夜のお店を巡るポン酒場。今回巡るのは盛岡市魚町に佇むステーキ&グリル丸さん。和モダンの雰囲気が漂うおしゃれな空間の店内で、素材にこだわった極上な料理が堪能できます。乾杯。今日も飲むぜ。うん、はい、今日も元気だ。ビールがうまい。おいしい。ということで今日は、ステーキ&グリル丸さんさんにお邪魔しています。丸さんさん、自己紹介をしていただいてもよろしいですか？はい、よ、丸山です。はい。なんて素朴な自己紹介でしょう。ここの、オーナーになります。オーナー、かっこいい。言ってみたい、言ってみたい。オーナー、どうもオーナーです。飲食店の方ももう8年ぐらいになりますし、うん、もともとそういうお店やってみたい。そうです、お店もやりたくて、もともとは業種違うのやってたんですけど。何やってたんですか？もともと整骨院やってます。おお、はい、整骨院でスポーツトレーナーをやってまして、うんうんうん、私の旦那さんもお世話になってるみたいで。あ、主人がお世話になってるみたいで。こちらどういうお店なんですか？南部鉄器を使って赤身のお肉をステーキで提供してます。え、これ全部南部鉄器？これ南部鉄器です。南部鉄器で温度が入るとお肉の状態が柔らかい状態で、中までちゃんと熱が入るもの。へえ、岩手らしい。はい。おお、見たー。サーロインステーキ。ジュージュー言ってます。美味しそうですね。音を聞いてみんな、音を。美味しそう。いっちゃうぜ。もう肉のさ、いい香りがさ、バンバンくんのよ。いただきます。うん。どうですか？もうムキムキしてる。お肉が全然ちっこくないから、うーん、食べやすい。へー。オーストラリアのサーロインなんですけど、脂身が少なくて、人、女性一人でもこのぐらいの量はペロッと食べれちゃうぐらい。いける。へー。ソースはどういう種類があるんですか？オニオンソース、バルサミコソース、あとはわさび醤油とかわさび塩とか。はい、ああ、はい、これもステーキに合うのはこのソースってことなんですね、うん、はい、オリジナルソースになります。もうオリジナルなんですね、はい、こちらで作ってます、まあ、全部作ってますけど、はい、お、なんか来ましたよ。ハイボール、やば、ステーキには合いますので。え、ワインじゃないんですね。ワインも合うんですけど、脂があるお肉には結構こうシュワッとこう。嬉しい。私ハイボール世界一大好きなんですよ。しかも宮城郷あんまりないやつですよね。限定のやつです、うん、はい、美味しい。はい、美味しい。美味しいでしょう、そりゃ、はい、結構さっぱりいただける、スイスイいただけるんで、うん、なんかどっちもスイスイいっちゃうんだ。あ、じゃあ無限じゃないですか。うん、永遠永遠。ローストビーフです。あー、綺麗綺麗、おしゃれな。南部鉄器って何にでもなるね。なりますね。外側だけしっかり火を通して、うん、中は芯を熱くなりすぎないように、もも肉なので脂身がないのでさっぱりと。さっぱり、はい、いただきます。うん、さっぱりでもちゃんと旨味すごい。うん、どういうソース？何なのこのソース？オニオンソースと、結構似てるんですけど、オリーブオイルとかを結構ベースとして、はい、こちらも自家製で作ってました。わ、しました。ローストビーフに合わせてワインですね。ワイン来ました。市販されてないようなワインをメーカーから取り寄せて
はい。そっか、お酒屋さんに行っても私たちは買えないですね。そうですね。うん。お、あ、結構軽めのさっぱりな、はい、飲みやすい。うん、飲みやすい。高いハイスペックのワインとかじゃないので好きなように、うん、はい、好きなものに合わせて食べていただける。じゃあ本当に結構気軽に、そうですね、楽しめる。平日の夜とかに来て食べていただいても、うん、それは嬉しいです。カジュアルな感じで。そうですね、うん。ナム的に目をつけたのはどういうことがあるんですか。もう始める時に何かこう、なんていうんですかね、提供する時のこうインパクトになるようなもの、うん、で岩手のもので使えていけたらなということで南部鉄器を使ってました。一人で考えたんですか。3人で考えた。あ、3人お仲間が。で、マヌさんなんですけど。そういうこと。もともとここ倉庫だった。へえ。で全部リノベーションして、で一から作り上げて。どうですか、盛岡は。盛岡ちょうどいいですか。わかる。ちょうどいい。都会すぎず、うん、田舎すぎず、まあ、何でも揃ってるじゃないですか、うん、で景色もいいし、ね、山もあるし、うん、まあ、好きなところとか一つ挙げるとしたらどういうところですか。好きなところ、人が温かい、以外で、いい人が、以外で、以外で、以外で、以上。え、なんだなんで、だってみんな言うんだもん、それみんな言うから。人がいいんだもんだって、以外で、以外で、以外で。そういえば、フジポンに会えたから。あ、ありがとうございます。もうこのロケを終わらそうとしている。急いでらっしゃるのかな。高校の時会ってるんですよ。高校の時に。え？学園祭に来てたんです。え、なんだろう、来た。ちょうど20年前。うん。18歳の時です。20代がちょっと忙しすぎて記憶がないんですよ。やった仕事とかも本当に覚えてなくて。徘徊してたってことですか。ね、徘徊してました。しかも私20代は飲んでないんで。学校に一人で。ノンアルで徘徊してたんだよ。怖。病んでますね。病んでますね。いや、多分病んでました。病んでた。何かね、探したんでしょうね。自分を探したのかな。そうだね、あの頃はね。これからの夢があれば教えていただきたいのですが。これからはもっと学生を応援できるような、仕事を作って、うん、学生を応援して、やっていきたいなと思ってました。このお店的には夢はありますか、丸さん。そうですね、まあ、ちょっと奥に引っ込んだお店なので、こうどんどんイベントとか出てこうちょっと認知度を上げてもらって、はい、でいろんな人にこういう美味しいステーキを食べてもらえたらなと思います。素晴らしい。素晴らしい、楽しみ。学生さんたちとにも何か向けてこれからやられていくんですもんね。それも楽しみですね。うん。美味しい酒と魚、そして夜のネオンが私を誘い、きらめく街の夜に酔いしれながら今宵もグラスを傾ける。ありがとう、盛岡。明日はどこに行こうかな。どういうお客さんが多いですか。うん、結構女性のお客さん多いですね。はい。一人でフラット。一人でもいらっしゃいますし、お子さんといらっしゃることも結構多いので。はい。でも私は主人の誕生日とかに来ますよ。こちらにいらっしゃるんですか。はい、肉が大好きなので、ちょっと主人っていうのに慣れてなさすぎてちょっとニヤニヤしちゃうんですけど。普段は何て呼んでるんですか。藤江くん。私も藤江なんですけどね。そうだよね。はい。でもなんか辰徳くんっていう名前なんですけど、なんか辰徳くんって感じじゃないんですよね。藤江くんって感じなんですよね。そうですね。わかります？私も藤江さんって呼んでます。どこら辺が藤江くんっぽいんですか。藤っぽいですか。そういうこと。酔っ払うと怒られるけど幸せです。